世界を魅了する女、まゆです。ご無沙汰しております。すいません、更新をサボっておりまして、いい加減このオープニング飽きましたよね。飽きたと思うんですけれども、皆さん温かい目で見守っていただけたら嬉しいです。はい、というわけで久々のこの YouTube なんですけれども、今回はですね、イベントのお知らせなんですよ。イベントのお知らせなんですけれども、大切なことなので皆さんぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。今週末6月26日土曜日に発想力を鍛える会というイベントをこちらの日だまりでリアルに開催します。で、まずターゲットっていう方は、これから自分でお店をやりたいよとか、自分ごとビジネスやりたいよっていう方だったりとか、まあ、今現状ねサラリーマンをしているけれども、自分でイベントとかなんか自分でコンテンツを持ちたいよ、そんな方に向けたイベントとなっています。で、なぜこのイベントをやったか、やろうと思ったかという理由があります。それは何かっていうと、社会貢献です。これどういうことかご説明させていただきます。私はちょうどね4年ぐらい前にこちらのカフェと囲碁日だまりというお店をオープンしました。なぜオープンしたかっていうと、まあ、もともとね祖父が囲碁のお店をやっていて、母が継いで母が亡くなったので、まあ、私は一人っ子だから、そこでね継がなかったらお店を辞めなきゃいけないということで、本当はねその時 DJ になりたかったんですけれども、どっちが自分にしかできない挑戦なのかなと思って、囲碁をやったことない状態で囲碁のお店を継いだんですね。そして今4年経ちました。でもふと思い立ったんですよね。その4年前、お店を作った4年前に、私が社会貢献としてお店を通じてやりたかったことって何だったっけなって、私が日だまりを通じて決めていた社会貢献というのが3つあります。まず1つ目、まちづくりです。私のお店は新宿とか渋谷とか大都心にあるお店ではありません。東急池上線という3両編成の小さな、駅、長原駅というところ、要は住宅地の、中にある商店街のにあるお店なんですね。で、だからこそなんですけれども、そこに住んでいる人たちがですね、あ、日だまりがあるこの町に住んでてよかった、そんな風に言ってもらえる町の人たちに愛される店舗作りをしようと決めました。なぜかっていうと、私はここが地元で、まあ、そういうね子供たちとかが大人になって外に出て行ってしまった時に、あの時日だまりがあってよかったなって、そんな風にこの町に対して愛情を持ってもらいたいなって決めていたからです。そして2つ目、囲碁業界に対してですね、まあ、囲碁業界に対しての社会貢献をどんなことでって考えていたかっていうと、囲碁が好きな人たちが働ける環境を作るっていうところですね。私はこの囲碁業界に入って今5年が経ちました。本当にね全く囲碁をやったことがない状態から囲碁業界に入ったんですけれども、その時結構愕然としたのが、囲碁を好きな人たちが食べていける環境ではないっていうところだったんですね。まあ、どういうことかっていうと、囲碁業界で働きたいと思った人たちが選択できる職業ってすごく少ないんですよ。例えばプロ棋士ですよね、最たるものが。でも慣れなかった人たちはどうするのかっていうと、じゃあ例えば囲碁の出版関係に就きましたと、出版関係のお仕事に就きました。あとは、まあ、出版に近いけどライターさんだったりとか、まあ、カメラマンさんですよね。あとはインストラクター、教える、そしてお店を開くっていう、これぐらいしかないんですよね。これってすごい悲しいことじゃないですか。それまで一生懸命プロを目指してなれなかった、でもその人たちが行く先がないんですよ。ってなった時に、私ができることは何なんだろう。そういう人たちが働ける職場を作るっていうこと、それが私にできることなんだっていうふうに思いました。なので私は2つ目、囲碁業界に対しての社会貢献として働ける、囲碁の仕事で働けるという職場作りっていうふうに決めています。そして3つ目、店舗経営者としての社会貢献ですね。やはりお店をやっていくと、みんな本当十人十色だと思うんですよ、やり方が。でもやっぱりみんなカフェやりたいとかお店持ちたいっていう人っていまだにいるんですよね。売上がなかなか高くない、それでもやっぱり自分は人が好きだから飲食業に就きたいっていう人とかってたくさんいるんですよね。
じゃあ自分はどうするかってなった時に、そういう人たちに向けて私が開業の時に学んだこととか、お店を経営していく上で学んだことを伝えていこうっていうふうに決めていました。この3つあるうちの3つ目ね、飲食店とか、まあ、お店を経営するっていう立場での行動だけ私は何もできていなかったんですね。なので、まあ、お店もね、今コロナで大変な時期なんですけれども、こんな時期だからこそ、これからお店をやりたいとか自分ごとビジネスをやりたいっていう人に向けて、まあ、こういう会をね開こうっていうふうに決めました。なぜ発想力を鍛えるかって思いましたよね。そうなんですよ、なぜか理由があります。 88.4%、 皆さんこの数字をご存知ですか？この数字っていうのは、実は個人事業主が10年後に続けられている率なんですね。つまり10年後、10店舗のうち残っているお店はたったの1店舗なんですよね。以後のお店においてはこれ以下だと私は正直思っています。まあ、経営の方がね、経営者の方が高齢だっていうのもあると思うんですけれども、以後の業界で言って10店舗のうち1店舗しか残ってなかったら、ほとんど世の中に存在していないことになります。そう思った時に、そこで考えました。どうすればこの人たちが経済的な事情でお店を閉めずに済んだのかっていうこと。つまり答えは2つなんですね。1つ目、売上を上げるアイデアがなかった。2つ目、コストを下げるアイデアがなかった。この2つがあればお店を閉めなくて済んだと思います。なぜかというと経済的な事情だから。じゃあどうすればいいのか。それは日頃からアイデア力っていうものを鍛えていればいいんだ。発想力さえあれば、じゃあ売上を上げるこういうアイデアがあった、やってみようってなるわけじゃないですか。でもみんな一人で考えてると忙しくって、そういうのを考えるチャンスに恵まれないから、今回アイデア力をまあ鍛えてですね、どう困った時にどういう発想をすればいいのかっていうのを学ぶ機会を設けました。今回このイベントに参加すると発想力が鍛えられる3つの理由があります。まず1つ目、多様性です。まあ、いろんな方がね参加されるので、自分以外の常識を持った人たちと出会うことができます。2つ目、楽しみながら発想力を鍛えられる。今回はミリオンヒットメーカーっていうねボードゲームを使って、発想力を鍛えるワークをするんですけれども、人はですねプレッシャーがかかると本来のパフォーマンスを出せない生き物なんですね。怒られたりすると、ミスがこう多発してしまうことってあるじゃないですか。それってまさにこう気持ちが緊張してしまったことによってミスを多発してしまう。なのでゲームを使って楽しい気持ちになってアイデアを自由に出していくっていうこの会を開くことにしました。3つ目、アウトプットできるです。米パデュー大学のカービック博士の脳科学に関する研究論文によると、人間の脳っていうのは情報をインプットすることも大切なんですけれども、その情報をアウトプットすることでその情報に対しての認識がより一層深まるっていうふうに分かっています。アイデアっていうのはですね、目的があった上でのアイデアなんですよ。お店を良くしていきたい、自分のビジネスを成功させたい、たくさんの人に喜んでほしいなど、必ず目的があるんですよね。そのアイデアを形にするためにはですよ、あなた自身がこの自分のアイデアに対してより深く答えを持っていなければ、それを形にすることができないんですね。なのでその自分のアイデアに対してより一層理解を深めるためにアウトプットをする機会を設けました。このイベントにはですね、ちゃんと私はゴールを設定しています。これも3つあります。1つ目、実現可能な商品やサービスのアイデアを持って帰るということです。2つ目、実現するのに必要なものを見つけて帰る。そして3つ目、アイデアをシェアする。ここでできたサービスや商品を本当に形にできたらいいなっていうふうに思って開催します。本当ね、私初めてイベントをこう囲碁以外のイベントをですね自分で開催するんですけれども、
何かね皆さんのお力になりたいと思っているのでぜひ参加していただけたら嬉しいです。いや本当ね私4年間囲碁カフェというものを経営してきて痛感しました。本当にお店をやりたい人とか自分でビジネスをやりたい人たちがいるなっていうふうに思っていました。でもその人たちに私のね力を貸してあげることがこの4年間できませんでした。だから私の友人もお店を閉店してしまったり、まあ、以後のね他のお店の人も閉店してしまったなっていうふうに思っています。だから本当に何か自分でねやりたいという思いがある方はぜひこのイベントに参加して、まあ、そのあなたのね未来につなげていっていただけたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。では6月26日、日だまりでお会いしましょう。さようなら。